テルコさん、こんにちは。先ほどエリゼのためにの動画を送ってくださりありがとうございます。では、前回は LINE のやり取りの電話でのレッスンでしたけれども、今日は送ってくださった動画をアドバイスさせてもらう、そういうレッスンとさせてもらいます。それではね、先ほど送ってくださった動画をね、聞きながらアドバイスさせてもらうと思います。OK ですね。いい響きで弾いてらっしゃって、本当まるで素敵なね、ピアニストさんのようなね、姿で美しいですね。まず、ここまで止まるところがないですね。てるこさん、これ。止まってらっしゃるんですけど、ここまで一つでいってしまいましょうね。そう、まずね、聞きながらね、思ったんですけども、先週のレッスンがとても生きていますよね。こう流れるように乗せるということ、あと、あれ、何をお伝えしたかな？本当に変わったなっていうのはすごく感じますね。シドレミーから、ここから調がね、調調に変わりますよね。ここまで単調だったけど。このね、蝶々に変わったその響きのね、明るさがとても出ていますね。ここは、美しい。美しいです。で、耳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 のところですけども、これもね、テンポをね、慌てなくてもいいんですよ。プロの方の演奏だと、ここすごくなんか前へ行くような演奏されてるんですけども、でもね、本当にテンポ通りに弾く。このね、基礎的なように感じるんですけど、これがめちゃくちゃ本当美しいんです。ちょっと弾いてみますよ。速くなったりとか、なんかこう、思いがこう、わっと湧いてくるような表現ってないんですけど、私はね、これがいいと思うんですよ。楽譜通りでね、十分美しいと思ってるんですよ。じゃあ、次のところに、ね、行ってみましょうね。OK ですね。そう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 。どんどん良くなってこられてますね。一つね、今気になったのはね、左手が硬いですね。左手が硬いので、こう、動きが硬くなっちゃう。ね。で、左手を柔らかく弾く。
じゃあどうしたらそうなるかってことなんですけれども、まずね、てるこさん、鍵盤に手を、左手を置いてみましょうか。それで、こんな風にね、左手を滑らせてみましょうか。うん。親指と小指を立てて、こうやって滑らしてみましょうか。ね。そう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 。で、滑らせないで弾くと、どうですか？押すところは、打鍵するところは、点のようになるでしょ？だけれども、滑らせてる感覚、この指先の感覚ね、味わってくださいね。この滑らせる感覚の、この味わいの中で、手首をね、動かそうとしてないんですけれども、引く指の角度に応じて、手首がね、ついてきてくれるんですよね。これ、知ってるか知らないかなんですよ。線で引くと点で引く。点で引く。これ、指先の、ここ、当たるところだけで引く。いや、あえてね、その当たるところだけ引くとかってことも思ってらっしゃらないと思うけれども、でも、知っていなかったら、指が硬いんですよね。だけれども滑らしてみましょう。ね。可動範囲をね、確認しましょう。これだけ鍵盤って触れるところがあるんですよね。そして指ももちろん指先で弾くんですけども、ね。よく考えてください。ここ指先があって、関節がありますよね。関節のここの部分全部筋肉ですよね。この筋肉の全体が指先に協力するんですよね。だからそれは、指先だけで弾くってなると点になっちゃって他の部分の筋肉は固まっちゃうわけなんですけども、指先で弾くけれども、全部の筋肉のね、筋細胞っていうのかな、この神経っていうのかな、これが全部指先を協力して弾くんですね。動画を止めてね、この左でよく練習してみましょう。そうするとね、左の音、弾いてる、出てくる音、物理的な音じゃなくて、響きとして聞こえる耳になってきますよ。ね、これ物理的な音ですね。でも、響きです。そうするとね、小指の音、この小指の音。この音っていうのはね、とっても聞きたい一番のベースになる音だなってことも分かってきます。ここの和音のところも、普通に書いてある通りに弾くところです。だけど、ここはね、もう、音じゃなくて、軽さ、風が出ればいいんですよ。風の、そうするとね、なんていうのかな、こう、触るだけでいいわけですよ、これを。わかります？これ弾く。ではなくて。これでいいんですよ。ね？軽いでしょ？左手練習してみてください。それで全然変わってきますからね。では、次のところ行ってみましょうか。よいしょ。
とっ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 と、ほい。てるかさんごめんなさいね。よいしょ。さあさあさあ、じゃあ次の部分に行ってみますね。変わったね。すごいね。右手の響き聞いてるじゃないですか。ね、聞いておられるじゃないですか。聞いておられることがちゃんと伝わってきますよ。そう、右手、聞いてらっしゃるの伝わる。そう。あとね、右手と左手のね、バランスですね。そう、どう伝えようかな。そう、ここのところはね、左手、ペダル使うじゃないですか、ここ。左手が、高い位置から、叩かなくてよくて、これはね、なんかこういう地響きみたいな響きが残ればいいところなんですよね。だけど、まあ、テクニック的にはね、3、2、1とか書いてあるしね、同じ音をこうやって連打で弾くっていうことが、もうそれだけでも難しく感じますよね。だから、ここは、まあ、大きくなっちゃうっていうふうにね、感じてしまうんだけども、自分のテクニックの持っている感じ方じゃなくて、音楽はどうなってるんだろうってところの探求心持ちましょうね。ここはね、地響きでいいんですよ。地響きで。そしたらね、本当これだけでいいわけなんだけど、こうの理由ってなんだろうって、ペダルをうーんとたっぷり踏んで、こうやって弾いてみましょうか。で、3、2、1やめてね、こう、3と1だけでこうやって弾いてみて、この響き、どんな響きが欲しいかね、探ってみましょう。この響き、これが3日ですることによってもこう指がリラックスして弾けるのでこう弾くんですけど、あ、さっきのこと、点で弾くんじゃなくて線で弾く、思い出してくださいね。点で弾くと言うとこうなりますよね。でも線だとしたら楽ですよ。なさいね、楽ですよなんて、そんなこと先生楽じゃないわよっておっしゃったらごめんなさいね。そうかもしれない。でもね、本当にそうなるから、そう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 、これね、頭の中空っぽにして、この左の指先だけの感覚をつかむ、これだけのためにね、なさってほしいな。ペダルをうんと踏んでリラックスして弾く。これをね、エリザのためのラララだと思わなくてもいいんですよ。この響きがね、全世界に響いてるんだみたいね、思うとなんか私癒されるわ。全世界に響くんだ。いいじゃないですか、このね、今こうパンデミックでね、広がっているこの不安な世の中の中に平和の鐘の音ですよ。左でね、やってみてください。そうするとね、ああすると
ね、ハノンの今日はレッスン動画をお送りしますが、今日の、最大のポイントは、点で弾くだけではなく、線で弾いても良い。そのことを意識しましょう、ということです。線で弾くっていうのは、具体的に指をまっすぐに弾くとか、曲げるとか、そういうことではないってことですね。指の可動範囲は、可能性があるってことです。指先で弾くことだけを思うと、指先以外は全部緊張してしまう。でもね、指先を手全体が、協力するんです。もう筋肉は細かいところにいろんな筋肉がありますよね。その筋肉が総動員して、指先で弾こうとしてる、鍵盤を弾こうとしてる指先を総動員して、もう協力しているということ。その筋肉、そうですね。ここのね、いつも言いますけど、ここの関節はお家で言う支えですから、ここ出してくださいね。親指も小指も他の指と合わせるように立たせてくださいね。それが潰れない。潰れないことによって支えができる。支えができることによって肩からの重さが全部指先に乗っかる。そうです。その通りです。それと同時に他の、それと同時にいろんな筋肉、まあ筋肉っていうのは重さでもあるし、また伸びたり縮んだりっていう伸縮性っていうこともあるし、あとスピード、これ全部筋肉の役割ですよね。ですからその筋肉の役割を全てが支えて音色を作ってるんですよね。だからその音色を作るその可能性がある指、その指を全部使うってこと。その、弾くときに、点であるか線であるかってことを意識することによって、いろんな筋肉を使うんだってことの意識が広がっていきます。このことが今日のね、動画を送っていただいて、私はてるこさんにまず伝えたいことだなって感じました。はい。まずここまでの動画はいかがだったでしょうか。アドバイスになったでしょうか。本当にね、この曲は本当に素晴らしい曲ですよね。この曲がてるこさんにとって本当に、この曲を弾くときに癒しになりますように。そしてあらゆる指の感覚とか、また感じる心とか、また聞く耳とか、もうあらゆる知覚神経を通してこの曲と一致できますように本当に心から願っています。はい、では、まずここまでにいたして、動画を一旦切ります。